この後今日あれなんですよね。そうですよね。大泉さんに呼び出されてる。急に電話がかかってきて、まず私のところにかかってきてたんですけど、あれ夜の9時ぐらいだったのが、私その日夜7時寝てたんですよね。もうね、寝てたんですね。で、何回かバカっていう着信の名前取るか、私バカって入れてるんですから。あなたが大泉をっていうふうに登録しないでバカって書いてあるもんですから、電話があったらバカってバカって書いてある。あれバカから電話が、まあ、それ気づいたのが翌朝ぐらいで、私だからそのその後あんたのところで電車に乗って帰ろうって言った時に駅でね、電話があって、それもバカって書いてないんですけど藤森君に電話するけどね、出ないんだよね。ああ、まあ、でさ、どうしたみたいな、ただ、いや大泉リサイタルが近いんですよ、武道館のでしょ、もうツアーやってくんじゃないですか、中野さん。あ、そうなんだ。あれですよね、なんか、まあ、その VTR をね、作ってほしいみたいな。あいつなんかそれこそライブビューイングの時になんかそれっぽいこと言ってたもんね。言ってました。言ってた。VTR 作ってほしい。VTR なんかみたいなことはね言ってて、ああそうなんだ。でもどうなんだろうなぐらいに思ってたら、本当に何回か電話かかってくるんですよ。一回俺まだ出たことないんだけど。だからやっぱり割となんかその切羽詰まってんじゃない。切羽詰まってる感はものすごいありますね。本番は近いし。いつなのあれ。だって俺知らない。12月なのあれ。の20日ぐらいじゃなかったなんか最初のやつが。あ、違う、もうちょっと先かな。でも年内じゃない最初のやつ。1月わかんない。え、俺多分無理だぜ。え今日その話したらすごい深刻な VTR になるよそれ。12月の来月だもんね。そう。え、絶対無理だろあいつ。それ焦ってるよ。もうそれ俺一言だから別に。それでなんかことだけが大きくなってくるからね。まあ大きもうでもどこも完売になってるからさ。あら大変じゃん。で中身がないっていうのを知ってんのはもうこの3人ぐらいだ。そうだよね。まあそれが今日ね彼から呼び出されてるんです。まあ取るっていう話。まあどうなるか分かりません。分かりませんよね。なんかね分かりませんけれども、まあそれも NHK に来いっていうところですか。収録が終わってからでなんか時間が空かないんですよ。大丈夫なのかな、わかんない。ねえ、ね、NHK で収録するの俺ら知らない。 あらかたそんなね、夜になってあからこで行きますよ我々。ああ、確かにね。そりゃそうでしょ。でしょ、まあそういうことでね、この後どうなるか分かりません、大泉ワンマンショーが2011年。やりましたね、なんかそれの時もね。なんかワンマンショーの時の VTR でしょ。あれ面白かったですよ。あれからもう10年以上経ってるんですか。なるほど。あの時は大泉洋が訪ねてきて、頭を下げながら君が言ったのが、君はいいか、一番借りちゃいけない闇金から借金してるんだよみたいな話をしてましたよ。そうです。いやでも借りちゃうんだよって言ってましたね。だから今回もそうしたかったんでしょうけども、状況的に呼びつける形になってますけど。そうだよね。そうでしょ。まあしょうがないけどね、ということですね。今回はね、じゃあまあちょっとどうなるか分かりませんけども、数時間後には大泉洋からまずはどんな形で彼が謝罪から入ってくるのかですね。出方をまず見ようってことですね。出方をまず見ようってことですね。我々は別にね、何も心配なことないわけです。我々は別に心配ないです。別に何も関係ないですもんね。大泉君リサイタル良かったね。良かったね。あ、君やるんだねぐらいの感じでいいよ。来月らしいじゃないの。大変だね。もうリハーサルもいろいろやってんのかいみたいな。どんなことやるんだいなんて聞きたいね。彼がどういうふうにね、反応をしてやっていくのか。一番聞かれたくないことを寝つくり聞かれることでしょ。そうです。でもそれを分かって呼んでるわけでしょ。ねちねち言われるのを分かって呼んでるわけですから。しょうがない、ね。それはしょうがないです。しょうがない。そこにしか救いがないっていう状況だもん彼。そう。それで、とにかく彼の口から。なんかあるまではね、我々から絶対にやりませんから。一番悪い闇金。はあ、なんつって。大変だね。ね、どんどん利息を上げていく。そういうことです。はい、そういうこともありますかね。ちょっとまあ行ってきます。はい。